リートンソッシーのラジオ,ラジオ歴史小話ジャカということで、今回も歴史と現代を紐付けるラジ歴の時間が始まりましたけれども、えー、今日はですね、中国のすごいリーダーを紹介したいなと思っています。前回ね、ロシアのリーダーシップ論っていうので、うん、エカテリーナ2世を取り上げましたけれども、はい、今回は中国、清朝。 清っていうのはあの清い方ですね、はい、あの日清戦争の清この清っていう国でえ過去中華の歴史において一番長い知性を誇った60年にわたってしかもこうあくなき自己犠牲でえトップとしてのありようを体現し続けた男こうきて彼を紹介したいと思いますがえなんか清っていう国について イメージって何かあります秦という国、比較的近い、その今から遡って近い時代のまあ中国の朝廷で、あとは日本は何時代だと思います日本は、まあ、最後の方は、ね、日本はもう明治時代になってますけれども、はいまあ、江戸時代そうでですすね、はい、江戸時代です、はい、なぜ江戸時代かっていうと、こう豊臣秀吉が朝鮮出兵して、明っていう国。うん と戦って朝鮮半島で戦うわけですけれども、うん、そこでずたぼろになった民をその後征服したのが女神族っていう今のおと中国東北部昔の旧満州っていう朝鮮半島とソ連ロシアと中国に挟、うん、モンゴルとかに挟まれた地域そこを旧満州とか今だと中国,中国の東北三省っていうんですけれども、うん、そこ出身のお遊牧民が征服して作った国が清朝。 遊牧民だったんですねその遊牧民が農耕民族を征服してそこの漢民族としての文化皇帝としての地位っていうのをこう担っていくんですけれどもそこで皇旗帝っていう人は2つの側面を持たなきゃいけないわけです農耕民族としての皇帝、はい、そして遊牧民としての漢官ですね。お なんか現現の時代チンギス・カーンとかの、はい、その遊牧民のトップとしての地位そして、えー、農耕民族のトップとしての地位この両方を彼は兼ね備えた人間として君臨しなければいけなかった。ってことはその遊牧民として征服をしましたあとも遊牧民としての活動も続いていたってことなんですね。 だら彼らの朝廷っていうのはこう北京だけじゃなくてこう夏になると秘書も兼ねてもともとの満州の地域に戻っていったりとかそういうふうに朝廷宮殿っていうのを遊牧していくわけですねいろんなところに移ったりとかしてやっていくんですが彼自身はその遊牧民の長としては狩猟でもすごい才能を発揮するし一番。 戦闘に立って狩猟をしたりとか、うんうん、で農耕民族のトップ漢民族の文化のトップとして地平堂を吐くまで本を読んだりとか<う>とてつもない、はい、訓練こう自己コントロール、うん、自己制御をして戦っていくわけなんですね、うんはいで。特に彼が4代目の皇帝ではあるんですけれども事実上こう秦が 満州から中国本土を征服しては2代目にあたって初代の彼のお父さんっていうのはあの結構若くして亡くなってしまってるので彼は8歳で即位してるんです八歳八歳で八歳,歳でだから8歳でし政治なんてできるわけもないので最初の頃っていうのはこう摂政彼の周りのこう補佐役が4人ついてその補佐役たちがえ彼を支えると。 うん、いうことになるんですが、何歳ぐらいから彼自身が政治を担うようになったと思います、えー、政治を担う。担う。補佐役が周りにいるわけですよね。その補佐役を除外して自分で。二十歳は超えてていいんじゃないかなって思います。歳歳なんでです若い <laughs> 15歳で自分のおー 政治を始めて、うん、で19歳の時にはこう内乱が起きるんです。もともと漢民族を倒していくっていう過程、民という国を倒していく過程で協力してくれた元民の人たち、元民の家臣たちを、まあ、最終的にもう君たち、首よという話をしようとしたら彼らが反乱を起こしてきたと。うん、でそれに対して猛然と立ち向かっていくんですよね。 あの怪獣作戦に出た方がいいんじゃないかとかうん、うん、そういったことを言われても強硬な姿勢をこう保ち続けてえ最終的に屈服させるとうん、うん、でこの時にも通信網を整備してありとあらゆる情報を受け取ってすぐさま的確な判断でえ意思表示をしながらコミュニケーションを取っていくということでえとてつもない情報処理を 同時にやりながら、えー、勉強もし続ける、まだ若いですからね。19歳の話19歳になった後の話、の話19歳のときにその内乱が起きたので、ね、えー、だからみんな周りもある種なめてた、うん、この若造だから倒せるだろうと思ったら、ところがとんでもない若造だったということなので、やはりこう最近で言ったら、まあ、羽生結弦さんもそうですし、えー、藤井聡太さんもそうですけれども、やはり若いとか若くないって、うん。 っていうのは今現代において例えば AI とかいろんなパソコンが普及したから、うんえー、若くてもそういった実力が出てくるんだとかそういった意見とかがあったりするんですけど必ずしもそうではない、うん、やはり歴史的に見てもこう若い時からこう才能を発揮する人っていうのは当然いるわけで,でそれをよりどうサポートしていくのか、うん、こういうのが今後も課題として残っていくのかなと。ただよく言われる また言葉が、あのー、10歳若くして振動な人は20歳過ぎて20歳過ぎたらただの人みたいなそういう早熟型の人でそのまんま早熟が故に、えー、人より早く抜きんでるんだけれどもそれでその後はしぼんじゃうよねみたいな<ー>こういった意見があったりとかもするんですけど当然そういう人がいないわけでもないところがこう本物の人たちっていうのは、うん 勉強をややっぱりめめなないいんですよね歩みを止めないあ確かに、早熟で先、しぼんでしまう方って、歩みをやめてしまってる印象が、ね。歩みをやめてしまったりとか。よく言われますね。ところが、この先ほどのね、う規定の話でもあるように、彼自身は書物を知恵度を吐きながらも勉強し続けたりとか、うん、あるいは、こう、狩猟民族のトップとして、狩猟を一生懸命やったりとか。彼自身その 悪なき向上心、うんうん、で特に西洋の文物とか、うん、こういったものにもすごい興味を示してキリスト教の布教でやってきた宣教師がいろんなことを学んで天文学とか宇宙のこととかを学びますしロシアが南下してき、えー、た時にも条約を結んで外交交渉をしっかりやったりとか彼自身がこう怠慢な態度に。 出ることなくその人生を全うするということで60年間にわたって緊張感あるトップとしてやっていくで、うん、彼自身はこう一文字の書類の間違いすら許さずに差し戻すんですねだからその一つが、えー、ずれて間違えていくことによっていろんなところがガタが来てしまうだから自分は一文字たりとも揺るがせにしなかったうんっていうことを後 彼自身、多少の,、ね、その承認欲求もあっての発言かもしれないですけれども、うんうん、それにしてもすごい覚悟だなと、へ<ー>60年間できますか、トップとして、誰からも後ろ指を刺されない,いや、本当そうですし、だって、ね、彼が8歳の時四4人、補佐役がいたって話じゃないですか。はい 彼らもその彼が年取ってくるにあたってまた権力の争いとかあったりとかそれを除外したのが15歳の時だったあもうその時点でその時点でその4人を除外したんですから独り立ちしてたんですかそれが15歳っていう意味ですよなるほど僕はてっきりその4人がまあ彼にその年取りながらもまあ 入れ知恵というか、勉、まあ、学の補佐というか、そういうのを続けていたのかとっきり、そういった人たちを全部除外して、自分でコントロールする、もちろん先生とか、あの学問上のいろんなことを聞いたりとか、政治顧問とか当然います、でも、うん、彼を超越した権威力とか権威っていうのは認めないとなるほどいうことで、15歳から申請いやなんかそういった状況、より一層ね、60年間もあったら、狙われそうな状況かなと思いますが、はあ、いや、感心しました、ありがとうございます。 ラジオ歴史小話をおえては、リートンとソシーでした。